摂津富田駅のなんかすごいとこ来ました今。すげえ、これ跨線橋でしょ。だってホームにつながる。あ、マジっすか。松下電工工業専用出口。これは何年にできたとか分かります？知らないと分かんない。あ、分かんないですか。これは全く乗り回るんです。あ、実は別のもの探してて、はい、これ見つかったっていうこと で、そこが摂津富田駅のホームということですね。向こう側もちゃんとあるんですね。こっちはあの京都行きで、向こう側の大阪行きの方なんですけど、だいぶ古いですよねこれ。なんですかねこれ、木ですね。ただこの字とか今手すりの字とか見てたら結構新しいんで、このそうですね、新しくしてるというか。窓が平行四辺形。あ、ほんまや、窓古いっすね。すげえ、あんま見たことない、こんな。真四角というか、そうですよね。これね。あ、これ面白いですね。これが、ここ書いてますね。松下電気産業と、お寺の、まあ、参拝客の方の道っていうことで。いや、来ないです、来ないです。はい、ただあの、ちょっと僕らあの開けてくださるらしい。ここはあの平日は通ってはるんですか、人が。平日の朝だけ。もともとね、そこ松下さんパナソニック買ってて、はい、昔もっとなんか工場でかくて利用者すごかったみたいなんで、それで専用のやつとしてこれできたみたいなんですよ、かなり昔に。あ、専用だったんですね。その名残でまだ残ってて、なので通勤時間だけ。あ、今でも一応使ってあるんですか。7時から8時半ですかね。そうですね、8時半には閉まりますね。あ、新宮さんっていうのが、はい、宗教団体さんが、はい、この手の方にあるんですけど、はい、そこの法要、今日午前中法要あったんで。ああ、それちょっとなんか特別イベントの時。そうです。なのでまあその時は10時半とかまでは開きますね、はい、通常はバイトなんです。今冗談で言ったんですけどね、はい、その時にこう普通の人が通っても別に構わないわけです。分には大丈夫です。乗ることがあれば出場専用なんで。ああ、そうかそうかそうか、そういうことか。やっぱりいいね。3番乗り場の12時38分。これは動画とかって OK なんですか。あ、まあ、一応、まあ、カバリーンさんの付き添いの。ああ、なるほどなるほど。あ、わかりました。はい。あ、そうか。ということは、まあ、端から端まで行くだけみたいな感じなんですね。どっちかっていうと、その、駅の中入るっていうよりも、その、駅も一応入らはるんですか。あ、松下にとはあれか、駅入るんですか。あ、どこから乗ってきて、はい、でここで降りて。ああ、なるほどなるほど。へえ、面白いですね。へえ、ああ、なかなか見れないところを見させていただいてます。まあね、係の方にちょっと開けていただいて、あで、ちゃんと IC カードの行こうかのこうタッチする場所もあるっていう。ありがとうございます。で、なんかそこにちょっと趣のあるなんかこういう昔の感じのね、こうちょっと京都方面とあと大阪方面っていう感じが面白い。これね、昔の道標とかよくこういうの使ってるけど、ちょっとあのディテールおかしいけどな指がおもろいけど、うん、あ、すごい。で、こっから京都方面のホームに行くっていうことですね。上走る部分があって、底面ってこう分かれてますけど、昔はその発案としてこう両方頭にして片っぽすり減ったら回転させて使うってやったんですけど、いざひっくり返したらその底で傷がついて使い物にならんで、はい、実用化されなかったんですけど、はい、これがかなり昔のレール。すごい珍しいもんですね。面白い。上の方までそうなんですね。これ、ああ、これが日本で一番古い、古いというか初期の、いっちゃん初期の レールですか。このレールをリサイクルというか。ああ、
さっきなんか面白いことおっしゃってましたね、こう両方使えるようにしたけど結局片方使えんかったみたいな。相当式レールってあの、はい、また2つの、そう双子の2ですね、はい、2に頭、はいあるんですね、レールっていうの、うん、今見ていただいたら、はい、上とした電車がこう車輪通るところと下支えるところ、はい、形が違うんですけど、違いますね、うん、さっきおっしゃってたように、はいはい、当初はあの上と上が傷んだら、車輪で傷んだら、はい、ひっくり返したったら、はい、また新しく使えるやろということで、はいはいはい、同じ形状してたみたいですね、はいはい、実際は結局下になった部分がなんか枕木でね、違うことで傷んでしまって使えるのがなかったという、ちょっとその話を初めて聞いて面白かったです。あんまり乗ってない話ですですね、そういうほど聞いたことない。だからこれ ここのレールとで向こうの柱か、向こうの柱、はいはい、もう そうなんですね、うすこう古い柱とあの上の梁というか、あれもそうじゃないですか。あなんかちょっとあの神社の鳥居みたいな感じになってるんですよ、遠くから見たら。これデザインがな、うん、面白い。